つつくつつくつつん。もう前見えないから。はい、なんで二人とも背中向けてんの？ボンファイアリッタ。よーし、やったです。じゃあ、一旦このソウルを、ちょっと、使っていきましょうか。もう、ちょっと筋力上げたいな。Be safe, Asher One! はい。というわけで、戻ってまいりました。ね、レベルを、時給を一つと、筋力一つ上げてきました。というくだりを、一個前のかがり火に無駄に転送して、いや、間違ってました。じゃあ、続き、ホレイス倒してアンリに会うとこまでやりたいな。ってことは、もうあんまり骸骨出てこないから、こっから先はちょっと論争で行こうかな。くすぶりの湖。ここは確か、右ゴリゴリだよね。右ゴリゴリで、ホレイスだよね。よっ。あ、ちょっけ。な、タイミング、タイミング。タイミング覚えて。あるね。あるね。動いてるね。撃ってるね。1。おい。おい。こんな感じかな。タイミング的にはこんな感じだね。あ、あさらあさら。いいよー、お題かけいいよー。おっ、ほっ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 。あれさ。痛い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 。うおぉ、黒心は猫をも殺す。うねー。あれ誰が撃ってんだ、カニいるじゃん。そっか、あのカニか。そっか、この湖が、変な話。あの上の生贄の、あの道に繋がる沼と、言うなら地続きみたいな感じなのかな。生態系が一緒だもんね。ちょ待って。ちょ待って。確かお前は逃がせない。お前は逃がしちゃダメだった。ちょっと待って。あ、光るか。あれ、もう一匹いたっけ。そいつが確か、塊落とすんじゃなかったっけな。から、あれは追い越して、追い越して、追い越して、はい。ああ石の中にいる。あ、やっぱり塊で合ってた。これで死ぬのもない。結構7割型のこの場所の結晶トカゲはここで死んでるだろうね。異次元の狭間で。よし、というわけで、ホレイス、倒していきましょう。アイテム拾いながら、はい。縦受けのね、騎士狩りの指輪つけてますんで。ちょっと、両手持ちやめて。ぐるぐる。ぐるぐる。ぐるぐるぐる。ぐるぐるぐる。危ない。危ない。危ない。すっ。案外だな、パンチ力。おーら、案外ですね。いいダメしてますし。ね、あ、つく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 ん。で、ふふー、ふふふ。暗い。暗いパリーかー。はい、卑怯とは言うまいな。
これも一つの火のない灰の戦法の一つ。久しぶりに使ったぜ。あぶー、やるよるの。ぐったぐった。だから。やめてくれ。もうやめてくれ。そのリーチよくわかんねえんだ。あで。おい、ここで決める。ノーリャ、タリャ。ふう、やっぱり薬効は最高だぜ。アンリに伝えてあげよう。君の勇敢な戦いを、姑息な兵士に負けたと。リンドの盾をゲット。大かけら。大かけら。いいね、美味しいね。もうなんだ、メッセージいっぱい。もうじゃ。ああ、ホレイスの一つか。その資格はない。友人。ここでもしかしてホレイスのこと伝えちゃったらアンリーが死んでんのかな？いやー、アンリーイベントちょっと進めたいんでね。この先、悲しみがあるぞ。涙のようか。その涙。俺の炎で蒸発させてやるよ。これってどこに繋がってんだ？確かあの橋が繋がってんだよね、ウォルニールの。アンリーのところからホレイスが見えるもんね、確か。骸骨があるぞ。骸骨はない。いや、むしろ俺がホレイスを骸骨にしてしまったか。奥義の意味では合っている。やっちまったよ。あ、これは、結晶トカゲのことかな。俺もやっちまったよ。よし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 。じゃあ、まずは、これで、アンディのところに帰って、ホレイスの勇敢だった姿をお伝えせねばな。あと、あそこら辺アイテムたくさん落ちてたからね。それも拾いたいね。よいしょ。よいしょ。あ、よいしょ。あははは。確かさ、ここってさ、なんか、壁が開くとかいう場所なかった。ほっ。よっ。ここ Do you? 違うか。どこだっけ？なんか、あ、違う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 、死ぬ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 。どこだっけ、どこなら大丈夫なんだっけ、どこなら大丈夫。ヒージョイヤー、どうしたらいいんだ。もうこいつ倒しちゃうか、あれでな。ここ、ここ、はい。どうした、危ない。お願いします。はい、飛んできてますね。このワーム。あれ？当たんない？タイミング悪し。食らってる？あ、食らってるね。っていうかさ、このワームって、単品だけだよね。ここにしかいないよね。
なんでこのワームってここにいるんだろう。なんか関係あるのかな。こんな目立つようなビオランテみたいな、ガメラ対ビオランテみたいなやつに、なんでここに出てくれた。まあ一応イザリスだよね。イザリスだから、元イザリスの場所って考えると、まあ確かに、イザリスの苗床とか、あとはデーモン隕石とかに出てくる虫、でっかいダンゴムシみたいなのいたよね。イモムシみたいなやつ。だから虫関係の敵っていうのは、ここで発生するもんなんでしょうかね。でもなぁ、この手に入ってる奇跡がさ、雷の杭なんだよね。あと、不死の遺骨。これはさ、雷の杭。失われた竜狩りの奇跡。雷の杭を叩き込む。この物語は忘れられた竜狩りの姿を伝えている。竜の鱗を貫くのなら、雷を投げてはならぬ。その手で直接竜に杭を突き立てるのだと。だから、神様。グウィン的な何かの流れを組んではいるんだよね。ま、よくワームって言われるものは、竜に置き換えられてたりとかもしてたしね。落ちた神様とか、そういう解釈うるせえな。ごめんにこあれ。あとで。まずはアンリ。アンリに会いに行きましょう。いやー、着せずして。あれ、なんかどっか壁穴開くはずなんだけどな。どこだっけな。覚えてないな。もしちょっとね、有識者の方いらっしゃいましたら、教えていただければありがたく存じます。まず、ちょっとここをかがり見つけて、戻ろう、とにかく。ん？はっ！ゾリグじゃん。あ、ゾリグ呼べるんだ、ここ。あ、そっか。あっちにも誰かいたよね。なんか呪術師みたいなやつ呼べたよね、確か。あー、じゃあ、ちょうどよく残り火にもなってるから。こっちのデーモン遺跡。この二人使って、攻略とか、してみちゃう。いいね。ゾリグ使えるんだ。うわ、そうか。おうおうおうおお、楽しいね。まずは、アンリに会いに行きましょう。骸骨たちをどうにかしないと、アンリともまともに話せないよね。骸骨どうしようかな。一体ずつやるのは不毛だな。アンリんとこも、邪魔しないの！め！アンリんとこまでは確か来ないんだっけ？一旦、駆け抜けてみっか。来ちゃうんだっけ？じゃあ、は、なーいわけではなーい。本気だったら倒せるか。どうだ。来ないか。あ、来ないね。OK。あーにゃーい。あ、めっちゃ走って。よしよし、大丈夫だ。はいだ。アンリア。It's me. To think there'd be a lake so deep within these catacombs. What a relief. I knew that Horace was alive and wouldn't stray far. Thank you. We are both in your debt. This hardly expresses my gratitude, but it'll have to do for now. Please take it. And may the flames guide your way. ジャガンの指輪。ごめんな。ちょっとホリスに関してなんだけど。We'll soon head to the lake. Thank you. We are both in your debt. May the flames guide your way.ポリンスのことなんですが、
僕から伝える必要はないよね。ホレイズ討伐完了、デーモン討伐完了、ゾリグ討伐完了ということで、そしてワームも倒しましたね。では次はデーモン遺跡をゾーリグたちと共に攻略していきたいと思います。これね、マダラ宝石の指輪、マダラ宝石の指輪、騎士の証として知られる宝石の指輪、四色マダラのそれは果てない旅立ちに贈られ、炎、雷、魔力、闇、すべてのカット率を少し高める。あまりつけることはないかもしれないけど、とりあえず拾っておきました。あとは盾だ、渇望の盾、すべてを渇望したという古い王の盾、その果てに彼は王でなかったという、渇望は未だこの盾の大々にくすぶっており、敵を倒したとき吸収するソウルを増やす。これね、倒した寸前にね、パッとつけられりゃいいんだけどね。あとこれも読んでなかったね。リンドの盾、冥王の手になるという金属盾、希少なグラン鋼が用いられているとされ、属性カット率に優れている。ホレイズの盾だね。あ、これも装備することはないでしょう。あとなんか拾ったもあった。武器とかもないよね。こんなもんかな。というわけで、これからは逃亡兵士と白霊たちのデーモン遺跡攻略に移りたいと思います。よーし、まずはゾリグの前にあっちにいる呪術師呼んでこようかな。あれって助けたやつだっけ？違ったような気がすんだよな。はい、コーン。あれ、ここ、そっか、ここ届くのか。ね、じゃあここでククールス、ククールス、ククー、ククールス、そこ危ないから、こっち来て。はい、はい、はい、撃たれないようにね。大沼のククールス、ほら来い、こっちだ。早く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 、ダッシュ、ククールス、ダッシュ。 OK、 す。あれ、よろしくお願いします。あれ、君、なんかずっと、あ、ボスの方見てんのね。あの、デーモンのロウを倒したくてたまらんぜって感じか。とね、それはね、規約上できないんですよ。申し訳ないけど。デーモンのロウは私が倒す。お前は手を出すな。奴を倒すのはこの俺だ。まるで往年のライバルキャラのように。そしてこれ。シガリ・ゾリグ。ククールス・ゾリグ、ククールス、もうほんとずっと、デーモンへの執着半端ねえな。はい、ゾリグ。はい、ゾリちゃん。いやー、でかいねー。煙の体験。それを装備できることはないだろうな。じゃあ、まあ、論争持って。これで死ぬかもしれんから。ロンスはプラス3持ってこ。よし、お前ら、よろしく頼むぜ。なんで二人とも背中向けてんの？行こう？こっち？来る？はい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 。よーし、攻略していくよ。ここはあいつらがいいんだよな。カースしてくるデメキンがいるからな。気をつけないとな。なんだっけこれ、デブ、デブ、デブ、このデブ。オッケー。ほら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 。いいぞいいぞ、いい火力だ。あっち、あーそこか。ちょっとそこに行き過ぎないようにね。こっち来て。
あー、グルーか。ここら辺とかに隠れ、あ、あー、階段ね。あのグルー倒してからですか。あれ、やっちまえ。おー、毒の霧か。うー、いい火力してるぜ。この階段降りると、なんかあるっけ。もう出れちゃうんだっけ。あー、出れちゃうのか。ちょっとやめとこう。こっち側で。ジョ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 で。ジョ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 攻めていきますよ。はい。はい、イングル。はい、グルー。あー。そういう系。え、結構もう、う、毒まみれ。もう前が見えない。ほら。ほら。やめてくれ。危ないから。結構危ねえな。大丈夫かな、こいつら。死なないか。あ、よし、ちゃんと飲んでね。死体蹴りやめてね。マナーですよ。マナー悪いですよ。さてと。毒食らってる？食らってんね、毒。早く進もう。死んじゃう。あー。犬のデーモンいっぱい死んでるね。おー、びっくりった。お主は、あれじゃないか。強いやつ。やばい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 。やばい。あぶねえ。あぶねえ。ふぅ。え？ちょ。なんだろう、これ。こいつらあのデーモンの祭司者とか、そんな、ああ。ほら。これさ、敵の毒なのか、味方の毒なのかが、おお、ゾリーグ、ゾリーグー、勝てー、こいつ勝てーな。お、ちょっと、おい、邪魔。アイテム取らし、ゾリーグ死なないようにね、ゾリーグ。ゾリーグはあれかい、持ってないのかな、飲み物。飲み物忘れちゃった？死んじゃうね。死んだら呼び戻しに行こうかな。おい、ちょっと邪魔なんだよ。アイテムジャンプで取りたいの。はい。シュッ、シュッ。危ねえ。来てー、助けてー。危ない、危ない、危ない、危ない。何してん、何してん、ちょっと、誰か。あれ？君たちは、その穴から降りてきてくれないのかい？マジで？はぐれちった。やべえ。おーい。あ、来た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 。あれ？ゾリグもう、これは、あれかな？お亡くなりになる系かな。あ、ゾリ、ゾリグー。なんだよ、もう毒に弱すぎるだろう。だよ、じゃあ戻るか。どうやって戻るんだこれ。おい、大して損したぜ。あともうちょっと働いて。定時退社は認めないよ。上、登る場所はどこだ？開いた。あれ、なんかくるくる回ってんな。毒は、ゾリグにはかなりメタってことが分かったな。いいよいいよいいよ。吐くな吐くな。
元の場所に戻りたい。無知か。いや、どこ入ってんの。いや、入ってきてる。そいつに向かって。無機物だからさ、毒効かないでしょ。あ、ちょっと FP 無駄にしないで。めっちゃ毒吐くな。やめなさいって。あんまり毒吐かないの？ SNS 炎上しちゃうでしょ？毒吐きすぎると。あー、ここゴズのデーモンたちの地帯だね。グルーたちというかね。こいつらが、デーモンたちをバッタバッタと投げ倒していったのかな？湧くよね。はい、はい、はい。この日は僕も聞いてますね。あー、どうした。いつの間に。ここ確か黒騎士いたよね。うー、倒せるかな。よし、竹取った。いい竹だ。あんまさ、毒効くかね、こういう、ここにいるようなやつでさ。好きね、毒吐くの。ふぅ、日頃なんか、鬱憤でも溜まってんのかい。危ない、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 危ない。おぉ、普通に勝てた。やっぱ2対1は強えな。だから、やめなさいっていうの、まあもう前見えないから。おぉ、こうなんだっけ。黒騎士の剣か。なるほどね。これも持てるかな。大剣扱いか。黒騎士の剣。世界をさまよう黒騎士たちの体験。混沌のデーモンと対峙するための武器。自らよりも大きな敵と戦い続けたゆえだろうか。独特の攻撃は敵の強靭度を削る力が強い。戦技は我慢。我慢ね。なんか説明文が違うね。最古の王に剣を捧げ、強靭度を一時的に増す。また、我慢中は火ダメージも軽減される。おー、戦技の文章も変わったりすることあるんだね。ってことは、デーモン隕石に黒騎士がいるっつうのはね、なんか、はい。やーま。あれ？あ、ぶね。黒騎士が攻めてきたってことなのかな？これ、どうしようかな。ちょっと、元の場所に戻りてえずら。あぶ！あぶ！おい、当たるね。ちょっとククールス、ククールス、こっち。こっち、戻ってきて。ゾリグ呼んでくから。そこを任してしまっても構わんのだろ。頼むぞ、死ぬなよ。ゾリグ呼べるかな。ポドリックは紫の強霊だったから呼べないとか、そういうことであってほしい。いない。一回、かがればいいか。あ、かがれないか。ククールスがいる限りはかがれないか。ククールスと、じゃあ、とりあえず、しばらく二人旅だな。で、ククールスも、ちょっと溶けちゃったら、一回かがって、呼びましょうか。え？ここ？何の音か？とりあえず、ククールス。先行ってしまっても、構わんよ。Thank you.